本日は第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の4式戦闘機ハヤテについて話していきたいと思います。それでは行きましょう。第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の4式戦闘機、愛称はハヤテ。一体どんな戦闘機だったのでしょうか。開発の経緯や戦歴を見てみましょう。中国戦線をはじめ、フィリピン方面や沖縄方面にも出撃した機84、4式戦闘機、ハヤテ。開発したのは中島飛行機という会社です。中島飛行機は1917年から1945年まで存在した日本の航空機、航空エンジンメーカー。通称は中島、創業者は中島竹兵。エンジンや機体の開発を独自に行う能力と、自社での一貫生産を可能とする高い技術力を備え、第二次世界大戦終戦までは東洋最大、世界有数の航空機メーカーであった。中島飛行機は機43、一式戦闘機はやぶさ、機44、二式戦闘機小機など、主に陸軍機を世に送り出してきたメーカーである。はやぶさ、小機が中国戦線で活躍をしていた1941年、陸軍からはやぶさに勝る運動性能と小機を上回る上昇力とスピードを持つ機体の開発を要求された中島飛行機。出力2000馬力の波45エンジンを搭載することで、これらの要求に応える機体の開発が始まりました。しかし、求められる性能に対して翼面積や重量などの折り合いがつかず、開発は容易ではありませんでした。それでも開発者の奮闘の末、1943年3月、ようやく試作機が完成。テスト飛行では最大速度時速 624km に達する素晴らしい性能を発揮しました。ちなみにハヤテの愛称は日本全国から募集され、その中から陸軍省が決定したそうです。米軍のコードネームはフランク、アメリカ陸軍航空軍のフランク・マッコイ大佐が鹵獲したハヤテをテストした際、その性能の優秀さから自らの名前を与えたと伝えられています。スピードでは当時の日本軍戦闘機の中で最速であり、かつ航続距離、武装防弾においても優秀な機体と称されたハヤテ。しかしエンジンとプロペラのトラブルが続き、正式採用にはなかなか至りませんでした。しかし正式採用をもって量産に入っているようでは、次々に出現する敵の最新鋭戦闘機に太刀打ちできません。そこで審査と試作を並行して進めることで、改良しながら数を担保していくという方針となった。いわゆる増加試作機と呼ばれますが、通常増加試作機は一つの機体に対し多くて10機前後、しかしハヤテは実に100機近く作られることになりました。その後1944年4月にようやく4式戦闘機として正式採用されますが、例えば飛行第22戦隊のように正式採用に至る前の増加試作機だけで編成され活躍した部隊もあります。ハヤテの形状は一式戦闘機のはやぶさ、二式戦闘機小機とそれほど大差はありませんが、それらの戦闘機と異なるのは設計段階から生産性も考慮された機体であったことです。具体的には主翼と前部胴体の一体構造に後部胴体をボルトでつなぎ合わす方法を採用。これは同じ中島飛行機の97戦、一式戦、二式単戦に採用された手法です。また主翼前縁を左右一直線とする直線翼も踏襲することで、一式戦と同じジグを使用できるようにしました。わざわざハヤテ専用のジグを開発する必要がなかったわけです。さらにドイツの基準アナシュー製法という多量生産方式を取り入れることで、工数を削減することに成功しました。もう一つの特筆すべき特徴は、97戦や一式戦と比べて、操縦桿を意図的に重くしたことです。しかし、強度を高くするということは、それだけ重量が増すということであり、結果的に速度や上昇高度に悪影響を及ぼすのです。特に旋回性能により自身の腕を発揮していたベテランパイロットにとっては、賛否の分かれる機体となりました。実際に旋回性能が悪ければ、いざという時に敵弾を
回避できない気がするという声もあり、ハヤテに搭載するエンジンは H-45 というものでした。このエンジンは海軍ではホマレと呼ばれ、試電会にも搭載されたエンジンです。しかし、やや無理な小型化が行われたことで、取り扱いが難しく、かつ完成品の検査体制が不足していたことで、問題を抱えたまま戦闘機に搭載されていくことになります。その結果、トラブルが続出。最終的には運転制限をかけることでトラブルを回避する手法が取られましたが、本来の性能が発揮できない形で運用となりました。しかし、こちらもハンチングやエンジンの過回転といった問題が発生。不安定な部品、精度、整備の難しさもこともあって、こちらもトラブルが続出しました。エンジンとプロペラ、この2つがハヤテの不調の元凶となり、ハヤテの安定的な運用を難しくしていきました。高性能を誇りながらも数々の不調に見舞われたハヤテですが、本来の性能を発揮して活躍した事例もたくさんあります。その一つが飛行第22戦隊岩橋少佐率いる部隊です。フィリピン方面での初号作戦に向けて準備された部隊でしたが、中国方面の第5航空軍からの支給の要請を受け、期間限定で中国に送られることに、正式採用前のテスト未了の段階でしたが、事態の切迫により実戦テストを兼ねて1個戦隊が作られることになりました。当時中国ではアメリカの P-51 ムスタングが出現し、従来のハヤブサや正機ではなかなか歯が立ちませんでした。そこへ新鋭のハヤテが送り込まれたものですから、各航空隊から引っ張りだこの状態に、22戦隊は学習、機技、商用、冷量、炉加工など中国各地の空で活躍。一日にいくつもの戦場から要請がかかるので、約30機のハヤテを2手3手に分けて出撃させました。それが敵側に帰って脅威を与えたようです。一撃離脱法を得意とし、遠距離から正確な射撃を行いました。また無線電話で自らの空戦の実況中継を行い、地上勤務員の士気を鼓舞していたことも知られています。1944年10月4日、味方船団を8回にわたって攻撃してきた P40、P51 延べ32機に対して迎撃、P51 を5機撃墜、2機撃破しました。この時、若松大尉は日記に、我が方、被弾機、一機もなく、赤子の手をねじるがごとし、友軍の頭上眼前に敵を圧倒、撃滅せしは嬉しと書き残しております。先の二つの部隊とはちょっと違う活躍を見せた部隊もあります。それが飛行第47戦隊。この部隊の特筆すべき点は、ハヤテの稼働率の高さです。数々のトラブルに見舞われたハヤテですが、その稼働率は平均 40%、悪くて 20%、最悪 0%、つまり配備されているのに一機も飛べない部隊さえありました。そんな状況の中、47戦隊の稼働率は驚愕の 87% から 100%。なぜこれほど高い稼働率を維持できたのか。それはひとえに整備を徹底したからでした。また、ハヤテの整備のプロを育成するため、整備員の教育も徹底して行いました。これらの取り組みは実は米軍では当たり前のこと、そんな当たり前の整備が当時の日本軍ではできていませんでした。つまりエンジンやプロペラなどのトラブルを抱えつつも、ハヤテは当たり前の整備を行えば当たり前に活躍する飛行機だったのです。相応の整備と確かな操縦技術があれば、ハヤテは米新鋭戦闘機と互角以上の戦いを繰り広げられる機体でした。戦後アメリカ軍に接収されテストされたハヤテ、日本軍で使用されていた時は、燃料の品質が悪く、運転制限をしながらの飛行でしたが、米軍のテストでは、はるかに質の高い140オクタン燃料を使用。その結果、高度6100メートルで最高時速689メートルをマークし、上昇力、運動性、防火、防弾、火力とともに、申し分ない判断が下されました。そして、ザ・ベスト・ジャパニーズ・ファイター、つまり日本の最優秀戦闘機という評価をした人もいるほどです。ハヤテは登場から終戦までのわずか2年ほどの間に約3500機が生産されました。これはハヤブサゼロ戦に次いで3番目に多いです。それだけ当時の軍部がこの戦闘機に期待していたことの表れでもあります。
47戦隊のようにすべての部隊がきちんと整備を行える環境であれば、もっと活躍できたのではないでしょうか。皆様もこの戦闘機に関して、どしどしコメント欄にお待ちしております。いつ、どんな時でも、私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。これからもより良い動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いいたします。